18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。早速この俺の力を味わってもらおうか。どうした、眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃないか。もっと真面目にやれよ、セル。少しはやれるらしいな。ダリッコホー。覚悟しやがれ。あれれれれれ。本気にさせたいようだな、この私を。とっくに本気だと思っていたがな。こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うな、俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう、ちくしょう。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。
よし、10メートル以内、このコントローラーで18号をストップさせても、チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれは、まさか緊急停止コントローラー。ブルマさん、ごめん。え？うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ。なぜだ？なぜそいつを壊した？それは。私が完全体になりさえすれば。パワー、スピード、技、頭脳、精神力、すべてにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら、間違いなく勝てるぞ。ほう。父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう？いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。父さん！父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ！おい、ベジータ！こいつは何とかしてくれよ。18号。あんなところに隠れて言いやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というわけ。しまった。目が。18号。くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。